強心臓の作り方、薄倉、修介、助章夢を持ち続けることが大事なのだ。どこまで薄倉屋をご存知かわからないが、1年目の頃の結果はズタボロでした。つまらない、投票制ライブ0票、テレビに出れないと言われた、そんなことを言われていたが、今年で芸歴9年を迎える現在では、賞ーレースをいくつか総なめしているし、 テレビにも何個か出させていたただきました特に最近あった b 1グランプリに関しては某「オールナイトニッポン」にも取り上げていただきました本当に支えていただいた皆様には感謝しかありませんそして3月28日にて念願の伊藤聖光さんにネタを見ていただくこともできたすべてをクリアできることになったのは諦めなかったからだと思います 目的のためにしっかり熱を持って一心に向かって走り切ることが大事でその目的もちゃんと人のためであれば必ず神様は助けてくれるそう思い込んで生きていけば一個一個課題をクリアできるとそう思いました今回はショーレースを作った男よりもビジネス要素の強い「強心臓」の作り方を書くことにしました本来ショーレースを作った男 をビジネスマンに読んでもらいたいいいたたと思って書いて書いましたがなかなかショーレースという単語がピンとこないのではと思ったので3作目はお笑いの経験談を用いてタフな心臓を作る方法を伝授しようと思います。序章夢は持ち続けることが大事である第一章悩む時間は無駄でしかない断ち切ることが大事であるやりたいことがなければ人のためにお金を使う 正解はは一つとは限らない。第2章「他人の価値観などに惑わせれてはいけない」「他人の芝生はどんな状態でも青く見える」「まるそう」なんていうやつの声謎耳を傾けるななぜに客席からヤジを飛ばしたいのか」「第3章」「嫌われてることに恐れてはいけない」「嫌われることが大好きな一郎さん」「笑ってるやつもいつか笑えなくなる」 誰がどこで見ているかわからない。第四章コントロールする癖をつける。自分をコントロールしよう。本や経験で視野を広げよう。引きこもることのすすめ。第五章失敗の数だけ成功する確率は上がる。私もかつて人見知りだった。どんな偉人でも最初は失敗ばかりだった。最終的には時間が解決してくれることもある。終わり。 すべては自分次第第一章悩む時間は単純に無駄でしかない。断ち切ることが大事である。最近 SNS で拡散だの炎上だの言葉が当たり前のようになってきた。B1 グランプリ開催の時も怪しい架空の賞レース参加者は騙されるなと非難号々でありましたが決勝が終わった後のコメントは死ぬほど面白かった。 来年以降もやってほしいと非難よりも称賛の声が多かったなぜこんなにいろんな声を浴びても決勝が終わるまで突っ走ることができたのか言うと一番はそういった嫌な情報を断ち切ったからだと思いますだいぶ前にビートたけしさんがニュース番組で SNS はニワトリ小屋という例えがまさにそうで「ニワトリ小屋に入るから疲れる」 SNS から距離を置いてしまえば疲れることない平和な日常が待っているだからといってすぐに携帯を折る必要もありませんさすがにすぐ折れるくらいなら悩む必要もないわけですし問題は解決しようと意識することが大事です試しに A4 の神に「どうしたら断ち切ることができるのか?」というテーマにて過剰書きにして深掘りしてみるとなんとなく原因はつかめるかと思います ちなみに私は私でよく A4 用紙にネタお笑いをテーマにどんどん自分のやりたいことを書きますお笑い漫才寄せ健康ランド流しラジオ CM 本地下ライブショーレースという具合に書いていくと自分のやりたいことを見つけていく何事も断ち切ってからがスタートと考えるべきかなと思います やりたいことがなければ他人のためにお金を使うとは言いつつも私は私で悩んでいた時期もありましたそれがやりたいことがないという悩みでした1年目の頃は先ほども書きました通り「面白くない」など言われました言われた場合は解決としては正直楽です「面白くない」と言われたら「面白いネタ」作るために日々研究したりネタをたくさん書いたりすればいいですし そもそも舞台に立つ人間で面白くないと言われたい人がいるかと思って日々舞台に励んでおりました結果テレビや新聞ネタ番組出演ショーレース優勝などいろんな目標が達成される中正直芸歴を重ねるたびに焦っていきましたやばいやりたいことがほとんどねえなテレビやラジオもどんどん出たい番組もなくなっていきます ライブも参加費ばかり払うライブばかりでどんどんお金も新鮮味もなくなるのでこの先どうしようと悩んでおりましたしかし今回の B1 グランプリを転機に考えが変わりました自分たちが輝くときは他人の夢を応援しているときなんだと思いました結果ショーレースもメディアにあらわになるほどの大会になったのでこの経験は本当に自分でも良い経験したなと思いました やりたいことがなかった時こそマックの100円コーヒーを買うだけでも何かの扉が開くんだというのを今年の4月に入って気づきました正解は一つとは限らないとにかく題名でも書きましたが悩みなんて本当に時間の無駄です1秒でも行動するように布団蹴ってコーヒー飲んで頭をフル回転させた方が今後の人生のためです悩む暇があったら先ほどのように紙に書き出す時間に当てた方が有意義に過ごせます そもそも人生に何が正解なのか不正解なのかあるのでしょうか大手事務所に入ってたくさんテレビやラジオの仕事はもらえても売れる売れないは大きい小さい事務所も関係ないと思います何というか逆に大手で全く日の目を浴びてない方が個人的にはむしろ恥ずかしくないかと思いますなぜならこれだけチャンスいただける環境で露出できないのは結局自己プロデュースの問題なのかもしれません 少し毒を吐いてしまいましたが、同じように舞台でも受ける受けないがあります。もちろん、受けるようにネタは作っていますが、寄せとライブ、営業によって受けはそれぞれです。だからといって、とてつもなく受けたって M1 や R1 で落ちることもありります。逆に受けてなくても受かることもしかりで、そのことを B1 グランプリでも起きたので、やはり改めて聞いてみると、ちゃんと納得のいく内容でして。 どんなネタにせよ一番は自分が面白いと思ったネタを真正面からぶつけることが大事という結論に至りましただからぶつける際はなるようになれしか思ってないですしぶつけて変えた方が良いなと思ったら変えるしかないですからとにかくネタは面白いものを作りネタだけで自己 PR に不安を感じたらあの手この手でネタ以外にも手を出す何て言ったって一度きりの人生だからね 人生はアドベンチャー。力の限り555ですよ。2章、他人の価値観などに惑わされてはいけない。他人の芝生はどんな状態でも青く見える。自分たちの同期が1年目ですぐアンジャッシュさんやサンドウィッチマンさんと絡んでいたりする深夜番組を見ては嫉妬でテレビを消していました。とにかくさが露骨に出て悔しかったです。悔しくて最初の事務所にも漫才協会と同時期に入ったけど、 オーディションはモノマネ番組の数回だけそこからテレビにつながることもなかったしネタ見せで作家には「お前らはテレビ出れないよ」と言われる始末でしたけれども僕らは開き直っていました理由は漫才協会の師匠に明日純子ひろし師匠という最強のフリー芸人がいたからです浅草で長年やっていた純子 広師匠がたけしさんの番組でやれたのだから自分たちの番もいつかやってくると思っていたからですそんなことを思っていた数ヶ月後に私のブログメッセージにメールが届いていましたそれが後に出演していたストライドというガム CM ですオーディションが新橋にあるので参加されませんかいたずらかと思ったのですが CM 会社を調べるとちゃんとした会社だったので当時受かると思っていなかった私は試しに受けてみることにしましたしかもその時の格好はお互いに服装も違います極めつけは相方の頭など寝癖がついていたのでさすがにこれは失礼だと思った私は強制的にトイレで直すように指導したレベルでしたあこれは受かんねなはい終わった終わったと内心を持っていたのですが なんとこのまま君津市の現場の撮影に参加しまして1年間ストライドの CM に出演させていただきましたそして今までもらったことのない巨額のビッグマネーをいただきましてある時 CM に出てたことを聞いた師匠に言われましたいいわねえ私 CM なんて一度も出たことないわよ何でこういう現象が起きるのかを考えたのですが やはり他人の芝生は青く感じるものだなと思いましてそれから少しずつ嫉妬というものが消えていった気がします結論人生良い時は必ずやってくるまるそうなんていうやつの声なぞ耳を傾けるな「売れそう」「売れなさそう」という言葉が大嫌いでして特に声を大にして言いたいのは「あなたの物差しで世の中を決めるんじゃねえ」 という話です先ほどの第1章「正解は一つではない」という意味もそうですが「売れそう」「売れなそう」という言葉の罪には「無責任」という意味も付属していますそもそも「売れそう」という人間が仕事なんて持ってこないでしょう逆の「売れなさそう」というのも単純に不快な言葉ですから「売れそう」「売れなさそう」 なんて人に言う人は基本的に耳を傾けなくていいですよ。サーセンで大丈夫です。なぜに客席からヤジを飛ばしたいのか。耳を傾けるなで思い出すのはやはりヤジです。特に浅草のヤジはひどい。最近はクソリプかと思うぐらいです。何がひどいかというと、内容が浅い。漫才を止める。変な空気になる。まさに負の三拍子。最悪でしかありません。 なぜこれほどヤジを飛ばすのかある意味いろんな意味で興味が湧いたので調べると正義感というやつでした私は代表して訴えているのだということらしいですしかしこの正義感って厄介なものはありませんよ戦争が起こる原因はどちらも自分を正義を掲げていることにあるという本を大学時代に読んだことがあります A 国は正義によって B 国を裁くと思う一方、B 国は A 国から守ることが正義だと思っています。では、演芸上で何が正義で何が悪かという問題なのですが、正直、正義も肉もありません。そもそも戦っていたのかという話ですからね。私の脳では理解が追いつけません。そして至った結論が一番は気にしない。あまりにも騒いでたら裁判で勝って、 その買ったお金で薄倉屋ファンにジョジョエを振る舞ういやーどんなことでもプラスになりますね第三章嫌われてることに恐れてはいけない嫌われることが大好きな一郎最初の事務所ライブでネタ見せに落ちてライブにも出れずにゲストの方がライブの告知で薄倉屋の名前を出した時に薄倉屋は嫌われてますからね と、MC の方がいじってきたのは忘れもしないですね。そこから失意のどん底に落ちまして、俺らは事務所に嫌われるがために入ったわけでもない。と、家に帰ってから嘆いては次の日には退社のご報告をしました。だって、当時は、一生懸命ネタを頑張って練習して嫌われるってなんだよ。でしたからね。 目的地に向かって勢いよく走ったのに気がつくとよくわかんない道に入っちゃったような不思議な気持ちそのトラウマは長いこと芸人生活やって引っかかって過ごしていましたそんなある日現役引退したイチローが教壇に立ち大人たちの質問に答える YouTube を見る時がありました生徒の一人がイチローさんにこう質問しましたイチローさんは他人に嫌われるのが怖いですか イチローさんは満面の笑みで答えます。僕は他人に大嫌いと言われることが大好き。大好き。だって、その人は僕に半端なくエネルギーを使うわけでしょう。僕にとって一番辛いのは関心がないことですよ。だから、大嫌いと言われたら続々しますよ。この言葉である先輩の言葉を思い出しました。ランキングライブでも一番辛いのは順位が最下位でも名前がないこと。 名前が出るってことはそれだけ印象に残ったことなのだから実質その人にとっては勝ちやってことや確かに無名の僕らのことについてエネルギーを使ってると思うと続々しますよそれだけインパクトを残せてると思ったら明らかに興味を持ってる解釈で良いと思います笑笑ってるやつつもいつか笑えなくイチローさんの言葉同様好きな言葉がありまして その言葉はデペゼン地球さんの自身の YouTube にて真剣に語った言葉にありました。内容はずっと18歳から今に至るまでの生き札を語る内容で、キャパを大きく広げてはフェスをやりまくり、借金も重ねていってりしつつも大成功になったことを細かくお話して、最後にこういう言葉をメッセージに残しました。いいか、最初はみんなでっけえことを言うとみんなが笑うんだ。 何をバカなことを言ってるんだと笑うんやけど、一生懸命やってみそうすると笑ってたやつも笑えなくなるんだこの言葉は今も心にずっと残ってますねその言葉もあったから b 1グランプリにもつながったと思いますからこの言葉に出会えたことに感謝しかありませんわ誰がどこで見ているかわからない SNS で逐一フォロワーが増えただの減っただの一喜一憂している若手芸人が多くなった気がしますそういう芸人を見ると自分の周りは SNS しかやっていない人ばかりなのかと思ってしまいます SNS だけですべてを判断してしまう傾向にありますが正直最近は危険な気がしてなりません少なくとも SNS をやってない人だって世の中には何さかいるはず 僕は僕で SNS をやってない老人ホームの皆様からお菓子をいただいたり橋本の七夕祭りのステージでビールをいただいたこともありましたそう考えたら絶対に世の中なんて捨てたものでない嘘か事実かわからない顔もわからない人間が各ネット記事に振り回される人生なんて実にもったいないと個人的に思いますそういうのあって私個人ではあんまり YouTube には力を入れていないですね 出たいのはネタ番組の一択ですから YouTube で部屋にごもってわちゃわちゃするより居酒屋へ行っていろんな人にネタを見てもらってそこから縁が生まれた方が全然良いっすね。てこと第4章コントロールする癖をつける自分をコントロールしよう脳科学の本で脳は勘違いするという。 どういうことかというと脳は自分が発した言葉を相手が発した言葉と勘違いしてしまう傾向があり私が相手の悪口を言ったとしても脳みそは相手に悪口を言われたというので脳みそに悪影響を及ぼすらしいしかも悪口を言ってる時の脳みそはドーパミンをひたすら出まくるので快感を得るらしい快感を得るけど脳みその病気になるそう思うとゾッとする またスピリチュアルの本で鏡の法則も同じようなことを言っていたその本では相手を褒めればいつか自分も第三者から褒められるし相手をけなせば自分もけなされるだから僕がやじを受けた時に思ったのは相手が「つまんねえ」と言った時は「自分でつまんねえ」と言っているのとイコールとして考えたらすごく楽ですからねこのように自分でコントロールする何かを考えた方が良いと思います それは目標を立てる「も同じことでしてもしそば」の著者である菊池亮さんのツイッターに書いてありました自分の本が1万本読まれるだと達成できるか未知数だけど自分が毎日1万文字書くだと自分をコントロールすれば書ける相手をコントロールする目標ばかりだと達成しないとどんどんと落ち込んでしまう塵も積もれば山となる まずは達成できることから始めることが大事だと私も思います本や経験で視野を広げようさっきからガンガンと出していますが本は絶対に読むべきだと思います本にはいろんな知恵や価値観を与えてくれますぜひともビジネス本や小説ドキュメントエッセイ絵本などいろんなジャンルから手をつけていくのもありかと思っています 様々な考え方や価値観を書物から学びというのも大事だと思っていますあとは体験することというのも面白いです特に1回目の緊急事態宣言ではいろんなズームの企画に参加しました壁打ち相手やリモートキトレブミャンマーに住むお坊さんと対談しました他にも合コンだったりリモート演劇だったり一度営業で漫才させていただいたり 1>, 1回目の緊急事態宣言は緊急事態宣言でライブは出れなくてもあらゆる体験をさせていただいたのは言うでもありませんとにかく自分を受け入れていただく場所があればどこへでも首を突っ込もうかと思っています営業にしても居酒屋やたこ焼きパーティーラーメン屋スナックやレズビアンカフェ公園フリーマーケットとさまざまな場所でネタがやれたのも良かったですね北は北海道から南は長崎でネタをやったことありますが どの思い出です時が経てば美化されている部分はありますがそれを除いても僕にとってどの経験も今につながっているのは本当にありがたいことだと思っています怒りや口はアイデアの原石になる主催ライブを始めたり賞ーレースを始めたりどのアイデアも根源をたどると全ては今の状況に対する怒りだったりします 主催ライブをやり始めたのもバトルライブとエントリー制でお笑いライブをやることだったりショーレースを始めたのは R1 の1軒と東京に誰でも参加できるお笑いコンテストが少ないことの怒りだったりするわけですそういった怒りがやがてアイデアに変わりお笑い界に新たな歴史を刻むことができるとなると個人的に怒りや愚痴は別に悪いものではと思っていますけれども怒って終わりとか愚痴って終わりはさすがに良くないです 愚痴るくらいなら愚痴らないアイデアを出さなければ一生愚痴って時間を消費して生涯を終わるだけです。それこそ先ほどの「もしそば」著者菊池亮さんのお話ではありませんがコントロール可能な自分の行動から考え直せばいい話でいつまでも相手の動向をうかがっていは何も解決はしないと思います。しかしたかが愚痴されど愚痴ではあることには変わりません。 そそれこそ自分がリモートで壁打ち相手をした時も愚痴からアイデアが出たことは何度かありました。こういう職業がないと愚痴るなら自分で作った方が手っ取り早いとかやはり抜け道はとことん探していたら基本的に見つかるようになってますからねそうやって愚痴や怒りによって自分しかできない職業はいくつか作ってきましたし今後愚痴や怒りで世界が変わる出来事が起こっても不思議ではないと思っています。 第5章失敗の数だけ成功する確率は上がる私もかつて人見知りだったいろんな方とコミュニケーションを取らせていただいたり時には聞き手として活躍していた自分だが実は今も人見知りだったりする学生時代の頃で言ったら友達は2人くらいしかいないいつも学校の休み時間では基本その仲間で昼飯を食いながら授業の話をしたりするのですあれは分かりづらかった とか途中で眠くなったとか文句を言いながらそれでも小さな派閥を作って学生時代は生き抜く手段を考えていたくらいですそんな僕が人とコミュニケーションが少しずつできるようになったのはコンビニのアルバイトで接客業が板についてきた時からだと思います芸人を始めた頃は大学病院の清掃をずっとしていたのですが漫才協会入会で昼間は寄席で活躍するために退社しまして 漫才協会のお手伝いだけで食いつないでいた時代があったけれども収入面が安定しなかったのである時次のバイトは何がいいですかと知り合いの芸人に占ってもらったら常にスポットライトを浴びるような接客業にバイトも変えた方が良いというアドバイスをいただきましてそれから今も働いている駅前の売店で働くことになりました 最初はいろいろと覚えるのもしんどいし、おつぼねさんやお客さんにせかされたりとしんどい思いもしてときにはバイト中にいつかはやめてやらあと何度も愚痴をこぼしたことがありましたが、このあょうじのおかげで今も下手くそながらもある程度のコミュニケーションができるようになりました。そして、 どのジャンルも場数を踏んでいけばちゃんとできることも知れたので、そういう意味ではあらゆることにいろいろと失敗を顧みずにチャレンジしようと思ったのもコンビニのアルバイトを始めて少しずつ慣れてきた頃だったと思いますから、それだけ自分の人生でコンビニバイトは人生のターニングポイントになったかなと思います。どんな偉い人ででもも最初は失失敗敗ばかりだだったタイトルでも失敗の数だけ成功するる確率が上が上 は先ほどのコンビニでの接客のバカズロンに似ていて最初はスピードも遅いしいろいろと失敗をしてしまうがいろんなことを攻略するうちにスピードも上がってくるし容量も良くなるようになっていくのはどんな職業の方でも通じることかなと思います例えば電球を作るエジソンだってあの電球が発明するまでに7,000冊もノートを消耗したというエピソードがありますし プレイボーイでおなじみの石田純一さんは好き人ができるまでに100人は最低でもアタックするそうで、電球を作るにしろ、恋をするにしろ、何度も何度もチャレンジすることが大事だとそう物語っています。そして、それにプラスして諦めないことも大事だと私は思いましたね。正直、自分よりもお笑いの才能あった同期もいたけれども、続かないとなると、その人にとっては一生売れることはないですからね。 雨が降ろうがやりが降ろうがどんな状態でも前へ進むそれぐらい厚かましい方が芸人をやる上ではちょうどいいのかもしれません最終的には時間が解決してくれることもある何年か前の漫才協会の忘年会で同じテーブルに同席していた某師匠に憧れて芸能人になろうとした奴は大成しないと目と目が合ったタイミングで言われたことがありました 確かにあるライブで優勝して、俺たち、m 1の決勝行きーすとガッツポーズしてた若手もいつしか見なくなったし、吉本興業の養成所に通い直した元相方や青春映画の主役になりたくてお芝居を一緒にやっていた専門学生もみんなどこかへ姿を消していきました。そう考えると変に憧れだけではうまくいかない世界だと認識するのも必要があるのかなと目と目があったタイミングのことを思い出すのです。しかし 我々も憧れがなかったかといえば嘘になります。あんな風になりたい、こんな風になりたいと何度も憧れたことはあったし、それに挫折したことも幾度かありました。今ではただ単純に憧れるのではなくて、基本的に仮説を立てて結論から逆算して、憧れは憧れでもどのように憧れに近づけるかは考えるようにしています。けれども憧れに対して挫折をするようなら、一度、 憧れていたことをひとまず横に置いておいて時が来たときにまた改めて憧れなおすでもいいのかなと思いますけどね一度悩みや挫折は横に置いておくのもありかと思いますそして時間が経って状況が変わったら意外にも抱いてた夢もすぐに叶ったりするのかもしれません最後に「自分がどうなりたいか」「賞レースを作った男を書き終えて思ったのが。 これは果たしてビジネスマン向けのの本なのかなかと疑問に思ってしまったことです確かにショーレースという言葉は芸人では当たり前の言葉として使ってもビジネスマンでショーレースと口に出している印象もないのとやはりビジネスマンに興味を持ってくれるならみんなが抱える問題についてメスを入れた方が「良いな」というので改めて筆を取りました「強心臓」について書こうと思ったのはデビュー当時からずっと「強心臓」の持ち主 と言われたからですしかし何度かいろんな場面でへこんではいますけどねいつまでもへこんでいるわけにはいかないのと一生懸命派を食いしばって頑張ってればそれなりに報われる報われることを信じて日々これ精進他ほかないですそして一番は最終的にどうなりたいかになるのでしょうかそれだけは具体的にはっきりとさせる必要があるのではないかと思います